ボイジャー2号ボイジャー計画はアメリカ航空宇宙局による太陽系の外惑星及び太陽系外の探査計画である。ボイジャーは日本語で公開者と訳される。本計画は2機の無人惑星探査機ボイジャーを用いた探査計画であり、探査機は1977年に打ち上げられた。異星人に向けたメッセージとしてゴールデンレコードを搭載していることで有名である。 惑星配置の関係により、木星、土星、天王星、海王星を連続的に探査することが可能であった機械を利用して打ち上げられている。1号、2号とも外惑星の鮮明な映像撮影に成功し、新衛星など多数の発見に貢献した。2機の搭載コンピューターの CPU は 8.1MHz、メモリは 69.63KB、 重量7 2 1 9ラム。動力は長期間の電力使用が可能な出力4 2 0トの原子力電池が使われている。出力はほぼ同じであるが、2号がより容量の大きい電源を搭載している。当初の予定では打ち上げられる探査機の名称は、マリナー11号、12号だった。功績と2007年4月に、 パイオニアやボイジャー宇宙船の予想される1ボイジャー1号は1977年9月5日に打ち上げられ、木星と土星とその衛星を観測した。ボイジャー2号は1977年8月20日に打ち上げられ、1号が訪れた惑星に加えて、天皇星と海王星とその衛星を観測した。結果、各惑星で新しい衛星を発見したり、木星、 天皇お及び海王星に感があることが明らかとなった。また、トリトンにおける大気の発見のほか、イオの火山についても明らかとなった。1号の方が2号よりも後に打ち上げられているが、これは本来同日に打ち上げる予定であった1号が、システム不良のため16日間延期されたためである。また、当初のグランドツアー計画では、ボイジャー一号を二号より数年早い時期に打ち上げる。 構想が存在したという経緯もある。当時は、明王星の公転角が、天皇星や海王星よりも遅れた後方に位置していたため、木星や土星の公転が、天皇星や海王星に追いつく前の早い時期に1号を打ち上げる、ことで、天皇星や海王星を通らずに、明王星へ向かう軌道が構想されていた。しかし最終的に、軌道計画が見直されて1号も2号も、 同時期に打ち上げられることになった。1号は土星接近時に2号よりも減速方向へスイングバイする形になり、その分速い発速度で打ち上げられた。ボイジャー1号2号がいずれもこの時期に打ち上げられたのには理由がある。1970年代後半から1980年代にかけて木星、土星、天皇星、海王星、冥王星といった外惑星が 同じような方向に並ぶため、スイングバイ工法を用いてより、遠くまで到達するのに最適な時期だったのである。ちなみに、この機会を逃した場合、次に並ぶのは175年後まで待たねばならなかった。天皇制、海王星へ向かう予定がなかった1号についても2号とは異なる軌道に投入されたことで、土星接近後に冥王星に向かう可能性が残された。 ただし最終的に、冥王星探査は、キャンセルされており、代わりに、タイタンへの接近探査が行われた。しかしタイタンの大気は予想外に厚く、結果的に、ボイジャー1号では、雲の下までは観測できなかった。タイタンの地表面の本格的な探査は、後年のカッシーニホイフェンスまで、冥王星の探査はニューホライズンズまで、どちらもお預けとなった。 金メッキされたレコードのジャケットボイジャーには地球の音というタイトルの金メッキされた銅版製レコードがついており、そこには地球上の様々な音や音楽を収録、55種類の言語による挨拶や様々な科学情報などを紹介する写真、イラストなどが収録されている。中にはザトウクジラの歌も収録されている。これはボイジャーが太陽系を離れて、 他の構成系へと向かうので、その構成系の惑星に住むと思われる地球外知的生命体によって発見され、解読されることを期待して、彼らへのメッセージとして積み込まれたものである。レコードに収録されている55種類の言語による挨拶や自然音、効果音、画像の一部が公開されている。ヘリオポーズと探査機の位置関係現在も1号、2号ともに稼働しており、 ボイジャー1号は2020年6月現在で太陽から約224億キロメートル離れたところを太陽との相対速度秒速約17.027キロメートルで飛行中であり地球から最も遠くにある人工物体となっている地球との通信のための電波は片道約17時間を要する2010年12月 太陽風の速度がゼロになる領域に到達。2012年8月25日に太陽系を出ていたことが1年後に発表された。一方のボイジャー e 2号は2020年6月現在で太陽から約186億キロメートル離れたところを太陽との相対速度、秒速約1 5 4メートルで）で飛行中であり、ボイジャー e 1号とパイオニア a 1 0号に次いで地球から遠い、 ところを飛行している。こちらも2018年11月5日に太陽系を出ていたことが1ヶ月後に発表された。2004年12月16日、ボイジャー1号は末端衝撃波面に到達した最初の惑星探査機となった。その後のボイジャー2号の観測によって末端衝撃波面が南北対象ではなく歪んでいることが分かった。原子力電池の出力低下に伴い、 少しずつ観測装置の電源を切っており、稼働を完全に停止するのは2025年頃の予定である。ドイツのアマチュア無線化がアマチュアとしては初めて2006年3月31日にボイジャー1号の電波受信に成功。NASA に受信周波数などを確認申請したところ、ボイジャー1号の電波で間違いないと確認された。 その時のボイジャー1号の位置は98.7、au で147.6億 km と推測されている。ありがとうございます。